しょ。はい、どうも、孫さんチャンネル、孫さんです。ということで、今回はロングライドの必需品、補給食についてお話をしようかと思います。自転車というものは気がつかないうちに結構カロリーを消費している乗り物、運動になりまして、まあ、サイコンとかサイクルコンピューターとかのデータで見ると、だいたい10キロ前後、時間にすると30分から40分ぐらい、走ると、まあ、おおよそ200キロ前後のカロリーというのを消費しているんですね。で、この消費しているカロリーに気づかずに走り続けると、ハンガーノックという状態になってしまいます。ハンガーノックっていうのは、こう、激しい運動を長時間している最中、極度の低血糖状態に陥ることを言います。まあ、簡単に平たく言えば、ガス欠状態ですね。で、このハンガーノック状態になってしまうと、動悸、息切れ、めまい、あと吐き気とかね、よろしくない症状が出てきて、こう、手足がだんだんこう、痺れ始めて、最悪倒れて動けなくなってしまうんですね。もっとやばい場合だと死に至ることも中にはあるという怖いものです、それに陥らないため、それを防ぐためにこまめなエネルギー補給というものが必要になります。そこで今回は私園さんがおすすめの補給食というのをご紹介させていただければと思います。種類は大きく分けて3つです。まず水分に近いゼリー状のものですね。これは消化の時間がほとんど必要ないので一気にエネルギーに変わるという利点があります。そして、固形に近いくちゃくちゃニュチョンニュチョ状なんて言ったらいいの。まあ羊羹とかそういう類のものですね。ゼリー状のものよりはゆっくり、吸収されてエネルギーに変わっていくんですが、固形よりは早いっていうね、なんかいい塩梅に吸収されていくものです。で、最後に完全固形のものですね。これは食べた瞬間にはエネルギーに変わらなくて、胃でこう少しずつ消化されてじんわりじんわりエネルギーに変わっていくというものになります。ではゼリー状のものから私のおすすめしていきましょう。まずはこちら、バン、味の素さんのアミノバイタルになります。まあ、ド定番の商品で皆様もね、これは使われている方多いんじゃないかなと思うんですが、種類がね3つなんか大きくあるんですよ。1つが、まあ、運動前に飲みましょうねというもの、そして運動の中盤ですねに飲みましょうというものと、ラストスパートで入れましょうというものがあるんですが、私は別に、レースに出るようなタイプではないので、そんな厳密に補給のタイミングというのをね、こういうふうに考えたりはしないので、赤でいいんじゃないって毎回思ってます結構ね、どこでもコンビニとかでも売ってくれてるので、手に入りやすいというのもありますし、お値段が100数十円から200円いかないぐらいなんですが、私がね見てきたところ、お菓子の町岡さんってあるじゃないですか、お菓子の卸のところですね。あそこだとね、これとかは100円切るんですよ。で、これも100円ぐらいになっていたのかな。なので、まあ、お安く売ってるところを見つけたら3個とか5個とかね、そういうタイミングでまとめて買ってしまうのがいいのかなと思います。そしてもう一つゼリー状のおすすめがこちらです。バーン、ウィダーインゼリー。まあ、これもド定番の商品なんですが、これをなぜおすすめするのかというのはもう簡単です。どこでも売ってる、コンビニ、スーパー、薬局、本当至る所で売っているので、手に入らないということがほとんどないですね、これの場合は。で、私のおすすめの理由は実はそこでして、他にもこういうね、メダリストっていうような、もっとちっちゃくてすごいエネルギーがいい、なんかいいやつもあるんですよただこれコンビニとかでは置いていない可能性があるんですね。なので絶対ゼリー状の補給食はこれにするんだっていう風に自分の中でルーティーンをガチッと固めてしまうと、これが売ってない時にちょっと精神的に、ああ売ってないのか、じゃあどれにしようかなってなっちゃうじゃないですかそういう不安が生まれない、絶対に手に入るというので、まあ精神的な保険のためにも
これはおすすめかなと思っております。まあ、自分の補給食ルーティーンの、ね、中に、まあ、許容範囲としてウィダインゼリー入れておくのはありかなと思います。続きまして、くちゃくちょぬちゃぬちょ状です。それがこちら、バーン、スポーツ羊羹ですね。よいしょ、井村屋さんのスポーツ羊羹なんですが、今手元にあるのが小豆味ではなくカカオ味、まあ、要はチョコレート味になります。小豆味もあるんですけれども、これのいいところはここに、わかるかな、押すって書いてあるんですけれども、ここを押すとこの先端からミュッと出てくるので、それをパクってやってゴクンってやったら擬音、まあ簡単に片手で補給ができてしまうと、走りながらでもね、こう出してギュッてやってパクンってやってゴクンってできるので結構おすすめです。で、成分の中に、マルトデキストリンという成分が入っているんですが、これ簡単に言うと糖分なんですね。すごく吸収率のいい糖分になるので、まあ補給にも本当適しているかなと思います。スティック状でね、場所も取らないので、うん、結構おすすめだと思います。まあ普通にコンビニで売っているような羊羹でも何の問題もないです。まあちょっと柔らかめの、うん、固形とも言わないまでのおやつも種類としては1個2個持っておいた方がいいかなと私は思っております。そして最後、固形ですね。固形のおすすめがまずこちら、バーン、グリコのバランスオンミニケーキというものです。これがね、何がおすすめって、とにかく美味しい補給食においてエネルギーの補給が一番重要ではあるんですけれども、やっぱり美味しいってね、大切なんですよテンションも上がるし、なんかモチベーションにもね、つながりますので。で、このバランスオンミニケーキっていうのは、このチーズケーキ味っていうのとチョコレートの味があるんですけれども、がぜんチーズケーキがおすすめです。すごく美味しいです。栄養ギュッと1食分って書いておりまして、この中に1日の3分の1の栄養素が含まれているそうなんですね。なのでこれ3つ食べたらもう1日の必要な栄養素は取れているということなので、ダイエットなんかでもいいのかな。ぜひ補給食というふうに考えなくてもいいので、おやつとして1つ持っていくとか、家で食べるのをね、一度試していただければと思います。で、もう1つ固形のものでおすすめなのがこちら、バーン、カロリーメイトですね。これもド定番で昔からある商品なんですけれども、おすすめの理由は最初にあったウィーダインゼリーと同じです。どこにでも置いてる。なので、まあこれをルーティンの中にやっぱりね、組み込んでおけば売ってないという心配をしなくて済むので、おすすめというのもあります。カロリーメイトもね、いろんな味が出ているんですが、私が一番おすすめなのはチーズ味ですね。あれ、さっきもチーズケーキだったなチーズが好きなんですね学生の頃、まだロードバイクなんかと全然出会う前の頃から、まあちょっと補給というか、夜食的な時にもカロリーメイトっていうのを結構私は食べていたので、なんか食べるとね、ちょっと懐かしいというか、うん、気持ちにもなれる。私は結構昔から好きな商品になります。製薬会社、薬の会社が出しているので、まあ結構信頼もできるかなと思っています。以上、私のおすすめの補給食というのをご紹介させていただきました。まあ補給食いろいろご紹介させてはいただいたんですけれども、実際私はね、何でもいいと思ってます大切なのは、自転車っていうのは思いのほかカロリーを消費してこまめな補給をしないとハンガーノックになってしまって危ないよ、というこの概念さえ、ちゃんと抑えることができていれば、本当に補給食の種類であったりとかは好みでね、何でもいいと思っています。自分でこうおにぎりを作っていくとか、ホットサンドを作っていって、目的地でね、風景を見ながら食べるっていう、そういうハイキング要素、ピクニック要素、アウトドア要素っていうのもやってみるとね、すごい楽しいと思いますので。あと今コロナの影響もあって、ちょっとお店に入って何かを食べるとか、そういうのが気になるなという方もいらっしゃると思いますので、持参した補給食だけで済まそうというふうに考えるときには、私がこう紹介した今回のね補給食も一つの参考にしていただければ幸いです。うん、今回はこれくらいかな。以上、それではまたお会いしましょう。バイバイ。